ンネルをご覧の皆さん、こんにちは。奈良支部長の山崎です。今日は奈良の素敵な場所を一つご紹介したいと思います。今私が来ているのが、こちら平城宮跡歴史公園というところになります。後ろに見えるのが、復元された太極殿になります。でここはすごく敷地も広くて、週末は家族連れなんかが遊びに来るところになってます。ぜひ皆さんも奈良に来られたら遊びに来てみてください。それではさようなら。